はい、こんにちは、高橋です。今回はですね、こんなタイトルでいきたいと思います。皆さんにしか出せない世界観を出しましょうみたいなね。これまあ YouTube の話なんですけれど、皆さんにしか出せない世界観ですよ。これね、僕はすごい大事だと思っていて、でね、セミナーやったり、まあ、やっているコンサルでもそうだし、なんかね、いろんなところで言われるのが、僕のね YouTube をこう見てくれていて、皆さんね、高橋さんはなんか都会だからいいですよねみたいな、都会暮らしいいですよね、出せるもんがいっぱいあってとかっていうことをね、すっごい言われるわけでね。まあ、確かに、なんだろう、出せるものとかって、表現できるものとかって街の中だとやっぱりこう、まあ、なくはないですよね。むしろやっぱりたくさんあるかもしれない。でもね、そういうのを都会だからいいですよね、それしかね、僕らは田舎暮らしだからなかなかそれがみたいなね、そんなの出したって絵にならないんですよとかね、っていう話がねすごいあるわけ。でもね、絶対そうじゃないと思っていて、僕はやっぱりね、この今日のこのタイトルのところのね、皆さんのところにしか出せないそのやっぱり良さっていうのがある、間違いなく。だって田舎だったらさ、僕なんか本当にいつも思うんだけれど、もしね、都会じゃなくてちょっとこう離れたところだったら、だってドローン飛ばし放題なわけじゃないですか。かっこよくないですか。俺もう毎日ドローン持って歩くなと思いますよ。だからもうチャンスさえあればプーン飛ばしちゃうみたいなね、空撮のポイントがさ、もう所々にいっぱいこうイメージカットで入ってくるみたいな、よくないですか。やりたいのにやれないんだもん、ここね。そう簡単にはできないですよ。だからさ、やっぱりそれだって本当にロケーションのね、だから田舎の良さみたいな部分って、そういうのあるわけですよ。いいっすよね、僕そう思うな。僕だったらね、電車のところがなんか楽しそうですねってね、ほら電車結構外電車で移動したりするときにさ、ピーとかってアップルウォッチでピーとかやりながら、それで電車がフーとかね。でも自分たちは自動車移動ですからって言われる人たちもね、結構いるの。僕からすると、自動車で移動してる人たちの方のがいいなと思ったりするわけ。だもうお互い多分ないものねだりなんですよね。自動車だったらさ、だってずっと個室の世界ですよ、自分一人の。もうね、僕多分 YouTube 撮りっぱなしだと思う。もう最高じゃないですか。だってこのパーソナルスペース、その車の中のね。でさ、機材だって移動するのさ、自動車だったら重くないから、いろんな装備を持って常にこう移動歩けるしね。だからないものねだりですよみたいな部分もやっぱりあったりとかさ。でさ、会社、あとご自宅、もうさ、もう本当にそのロケーションに合わせて、山のあたりにいらっしゃるのか、海の近くなのか、湖の近くなのかね、年がら年中雪が降っているね景色のところなのかとかさ、全部そういうのって、その世界観をそこにいる人たちじゃないと作れないわけですからね。温泉街とかね、最高っすよね。いいっすよね。なんかね、その本当にそれしかでき、その人にしかできない素敵な、素敵ですよね。なんかさ、もうそういうので、あなたのこう世界観、あと趣味の世界とかもね、そういうのをその YouTube の中で連動させていく、ワクワクしますよね、そういうのね。楽しいじゃないですか、オートバイね、自動車でしょ。皆さんそういうのも大好きな人いっぱいいるじゃないですか。あとチャリンコ、僕なんかほらサーフィンずっとやってきたけれど、ここ2年3年ぐらいはもう完全にもうトーンダウンして、サーフィン熱がもう冷めちゃってるから、まあね、本当はね、今こうやって YouTube をこの3年ぐらいでこうやって やりているところで、サーフィン熱がね、昔のようにもう寝て もね、覚めてももうサーフィンサーフィンサーフィンみたいなね、あの情熱ね、パッションがあれば、もっとなんかね、僕の YouTube の中って楽しくなるのかなとかも思いながらね。さっき言ったチャリンコだってそうですよ。チャリンコだって一時はさ、こういうほら速いのロードバイクみたいなのね、
すぐ全部全セット持ってるんですよ。でもチャリも捨てちゃったもうとかね、もう全部そうだね。そういう世界がね一緒になってくると、また本当に自分にしか出せない世界演出できますから、どんどんやってもらったらいいと思いますね。今ね趣味、僕のところで言ったら筋トレ、ほら週末はふんが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 ってねやりに行くんですけれど、まあ、なかなかその僕行ってるところはゴールドジムは中全部撮影禁止ですから全然撮れないわけですよね。そういうのもね、もし撮れたらまたちょっとこう自分らしさというか世界をねこう演出することができるのかなとか思ってるんですけど、撮れないからまあしょうがないと。だね、本当にね趣味の世界とかね、そういうの釣り好きな人だったら釣りのね映像いっぱい入るだろうし、多分ねワクワク感いっぱい出せると思いますよ。あと僕なんかは結構ほら子供たち、うちのママも含めて、家族ファミリーを割と出しているんですけれど、そういうのもねうちの家族一人もんじゃないから家族を出すっていうことができるわけじゃないですか。でも逆にね、高橋さん家族いていいですよねって、そういうのもやっぱり言われることがあるわけ。自分は一人ですからみたいな。でも一人だったら一人でしか出せない、そのほら一人旅のさ、なんていうのかな、ちょっとさいいじゃん、一人旅とかなんてね楽しそうだと思いますよ僕。そういうのも、あと一人だったらさ一人暮らしなわけだから、常にさなんかこうね、こうなんかこうスタイリッシュな状態のさ自宅なんかもこうやれるわけじゃないですか。ところがやっぱりほら子供やねいろんな家族がこうやって増えてくれば、そういうこともなかなかやりにくくなってくるし、だからお互いの、ね、やっぱりいいものねだりなわけですよ、ね、だあなたはどのタイプでしょうかみたいなね、ロケーションもその生活の環境もね一緒か、それロケーションだったりそのね住んでいるスタイル、ね、そういうものをね皆さん自身のオリジナルのモードを作って、それをねお仕事も絡めるんだったら絡めたっていいし、もう趣味だけの情報発信の方でもいいですけれど、それをわーって広げていく、あなたの世界観を作っていく、見せていく、演出していく、きっとねワクワクする YouTube の世界が作れると思います。ぜひご参考にしてみてください。では。